はい、どうも、ゆっきです。炭酸水好きな俺のシュワシュワ動画。今回はゲロルシュタイナーですね。こちら、1リッターで、値段が240円ぐらいとかね。高いです、うん。炭酸水の中で一番高いんじゃないかな、こちら。ね。天然炭酸水。高硬度なのに飲みやすい。ゲロルシュタイナーはドイツで100年以上愛されている名水です。天然炭酸水。ドイツ西部アイフェル高地にある町、過去ゲロルシュタインで、採水ボトリングされた天然炭酸水です。天然炭酸ガスのきめ細かい泡立ちが特徴で、食事や喉の、渇きを潤したい時にぴったりです。高硬度。健康的で快適な毎日をサポートする水です。硬度が1リッターあたり 1310mg という、かなり強いですね。高いですね。硬水ですね。超硬水っていうのかな。かなり強い硬度を持ってます。原材料名が水過去高泉水。原産国ドイツ、採水地がゲロルシュタイン。輸入者がポッカ札幌です。さて、その値段に恥じないほど美味しいのか。いただいてみましょう。乾杯。うえ、まずい。まずい。うわ、これあれだ。これあれだ。なんだっけ。便秘の時に飲む水あるじゃん。なんだっけ？あ、コントレックスね。俺以前最近ね、コントレックス、便秘すぎて、一週間ぐらいうんこが出なくてですね、マジでこれやべえと思って、コントレックス飲んだんですけど、結局確か出なかったんだったかな。それでも出なくて仕方なくて、牛乳をね、冷たいやつを牛乳、俺、で、腹下すんで、冷たい、牛乳を飲んだらね、なんとか出ましてね、本当にマジで、一週間ぐらい便秘すると完全にね、すごいんだわ。すごいですね。完全に、固まって、もう、栓されちゃうんで、もう出ないんですよ。本当にお腹が痛くても出ないんですよね。で、うんこしたくても、踏ん張っても出ないんで、どうなってんだと思って、本当に、やばい、本当にやべえなと思った、思いましたね。一週間出なかった。で、このコント X っていう、まあ、香水があるんですが、高度が 1468ml バーリッター。1リッターあたり 1468mg だから、これよりは強いんですよ。これが1310だからね。それに炭酸入れた感じだ。まずい。実にまずい。コントレックスはね、確かにまずいんですよ。で、これもまずいですね。まずい。さすがゲロルシュタイナーという名の、ゲロに何は、恥じないね。まずさがね。うん。まず。栄養成分が1リッターあたり、エネルギー0キロカロリー、タンパク質0、糖質0、炭水化物0、で、ナトリウムが 122mg、カリウムが10から 18mg、カルシウムが 359mg、
マグネシウムが 100mg、重炭酸イオンが 1770mg とか書いてあります。この重炭酸イオンっていうのが何なのかわからん。で、pH 値が6.5 と若干酸性ですね。弱酸性って感じですか。まずい。本当にまずいな、これ。高高度なのに飲みやすいって書いてあるけど、全然飲みやすくもないね。まずいですね。コントレックスもまずいけど、なんかゲロルシュタイナーの方がもっとまずい気がする。なんだろう、この感じ。炭酸によってなんか刺激があるからか、やけになんか、余計にその舌の味覚を刺激するからなのか、やけにまずい。まずい。あ、さらにコントレックスよりも、高度が高いやつありますね。高度約1849だって。超香水、エパー。香水はね、まずいです。ただ、あれっすね。マグネシウムとかが含まれてるから、体にはいいと思う。マグネシウムとかの働きで、いわゆる便秘を解消できるとかね、言われてますけど。で、あと、高度高いやつでコーヒー作ると、美味しいとか言うけどね。実際は知りません。味は変わるのは確かならしいんだけど。まず。これはあれだ。まずい。一つ星。ご視聴ありがとうございました。